暗光武者という言葉をご存知でしょうか。暗光は、その響きから真っ先に連想できる、暗光族の暗光師を指し、動きが鈍く、口を開けて餌を待っている様子から、口を開け、ぼんやりしているもの、愚か者の比喩、として使われます。また、暗光の体の形から、大口を叩くくせに尻すぼみで、臆病なものをあざける言葉、としても用いられます。以上、よくわかる解説終わり。また次回お会いしましょう。